はい、おはようございます。こんにちは。こんばんは。きょんぴです。新作フリゲのアリアドネシステムをプレイしてみようかなと思います。これは、4月20日、今日ちょうど4月20日なんで、今日出たばっかの新作ゲームなんですが、面白そうですね。で、困って、てんだ。これどうやって遊ぶんだ。これ起動したらすぐこれが出てきて、アリアドネシステム Y を出して発行されたパスワードを半角で入力してください。なんだ。パズルなのかな。それでこれは触れないのか。じゃあ、リードミー見てみます。ゲームの始め方。AS リードミーを読み、パスワードを入手。アリアドネシステムをダブルクリックして、アリアドネシステム Y をダブルクリックし、パスワード入力か。わかった。ちょっと待ってよ。なんか、ちょっと、なんか一風変わってるよね。ハッキングするゲームなんで、ちょっと待ってね。AS リードってやつが、別ブラウザで開いて、なんかね、打ってみればいいのかな。見せ方がわかんない。ファイル内の PDF ね。OK、見た。これ見しちゃっていいのかな？ちょっと考える。わかった。見していいやつだな。ちょ、怖いな。ちょっと怖い。うわぁ、ちょっと待って、見づらいな。結構、なんか見しづらいな。見える？見えるかな？アリアドネの意図計画。代表削除。挨拶もなしにすまないが、時間がない。すべてを君に話す、託す。と赤文字が書いてあるね。目次概要、アリアドネシステムについてとかあるんですが、計画概要。製薬工場を偽装しているアンリアル製薬で不正に行われている人体実験の被験体を救出または何とかすること。暴走状態となったオートマタにより、すべての被験体が何とかされてしまう前に一部を保護することが目的であり、一体だけでも保護することができればアリアドネの意図計画は成功とみなされます。本計画の要であるアリアドネシステムはアンリアル製薬工場専用のハッキングプログラムです。次は自己説明。アリアドネシステムについて AS は簡単な操作でどこかでもアンリアル工場にハッキングかけ、内部のイージスシステムと呼ばれる隔壁ゲート、またはフォボスシステムと呼ばれる設置型の殺戮兵器の動作をコントロールできるプログラムです。武装したオートマタに関しては、プログラムから接続できない仕様となっているため、AS では制御することができません。AS は、一体のプログラムのことを指し、正確にはモニターハッキングプログラムをアリアドネ、隔壁及びハッキングシステムをヤーンと呼び、本計画の名元に、名となっているアリアドネの意図となる。迷宮から被験体を救い出す意図となり、また、P を掴むものとして命名しました。禁則事項。本計画に参加するにあたっては、以下の点は守れ。非常事態のない限り、AS の二次配布禁止。
非常事態とは計画に参加するハッカーの身に何らかの異変が生じた場合である。フォワード内に含まれるスパイドの全てに対しても適用される。このプログラムをダウンロード URL を伝達してはならない。許可なく動画撮影などによって記録を残してはならない。許可が欲しい場合には下のアドレス、つまりアンディアル製薬のウーラ URL を広めろ。被検体について、被検体は頭部、特に目隠しのように脳波を制御するための機械が設置されており、これが取れないために被検体は目が見えない。それ以上は何かを参照してくれ。そのような個体を誘導し逃がすのは難航するように思えるが、計画前にコンタクトに成功、左手の法則により進むように指示をすることができた。隔壁をうまく使うことができれば方向も容易であろう。オートマタの制御に関しても現在進行中であるが、上記のコンタクトに成功した〇〇博士は〇〇してしまったためにハッキングは難航が予想される。指揮は〇〇博士となるが、彼は反対派ゆえに信用にかけるため補佐に〇〇博士をつける。画面の見方がこうです。難しそうだなこれな。難しそうだな。とりあえずエクイットに誘導しろ。紫が兵定位置兵器で、これが核兵器。数字に連動して作動を停止したりする。マークが被検体、どれだ、これが被検体。難しそうだなこれな。キルゾーン、赤く点滅している場所、定置兵器の周囲、オートマタの正面に発生。そこに被検体が踏み込むと死亡は免れない。定期兵器はオートマタですら踏み込んだ場合は大体の場合無差別に破壊する。で、これだ。数値入力エリア、1から9までの数値を入力。場合によっては数値以外に入力する場合もあるが、マウスに持ち替えて OK を押すことにより、エンターキーを押した方が効率的ですよ。送信速度は被検者の移動を周囲のマスと比較して1マスほどなので、タイミングに注意。下手をすれば隔壁に挟まれてしまう。リアルタイム？リアルタイムゲームかこれ。ほー。ワンターン制とかじゃないな。最後に本プログラムはロックがかけられており、コードが必要となる。パスコードに関しては、現ハッキング担当の何とか博士に許可してもらい、添付してもらい発行すること。コード、スタート。と、まあ、そんな説明があったんです。だ。難しいな、これ。目が見えない被験者を、ハッキングプログラムを使って逃がしてあげろ。ってことでいいのかな？なんか動画うんぬんって書いてあったけど、ちょっと確認するわ。リードミーに、一応ね、リードミーにね、書いてあります。実況生放送について、連絡不要です。マナーを守ってお願いします。動画のタグにゲーム名を入れてください。と書いてありますので、まだ実況は OK だと思いますね。なんか動画にすんなとかって話あったけど、多分 OK です。じゃあ行きますか。Wait. Starting area of me system version Y. お、なんか音声出ましたね。で、これ見えます？こんなのが出てきたね。半角英数で入力してください。入力された数字のゲート、トラップのオンオフが切り替わります。何も入力しない場合は、じゃあここでスタートと押してみましょうか。あの、怖えな。スタート。行くぞ。切り替え処理を送信します。 Sending data. ハッキングっぽい。送信完了。はあ。ああ、左手の法則により
この人が今ここで動いてるんだ。で、どうにかしてここに誘導してあげるんだ。で、左手の法則、つまり、目が見えないから、左手に触りながら移動しろってことかな？おー。私がここで0って押してみよう。Sending data. あ、で、ここが開いた。うわー、リアルタイムだー。おで、今ここはこう動いてるけど、左手に触りながら移動してて、6番に入っちゃいけないから、6番隔壁を、下ろす。うん。6番を今消しましたので、今ここに入んなくなったね。で、さらに、最後、ここ3番に入ればいいんだけど、3番をそこの辺が動いちゃうから、タイミングを見計らって3番を、今ここ !Sending data. おぉ！って感じか。え、これは、で、また続いていって戻っちゃう？あ、いいね。一回過ぎ進んだらそこのままだ。じゃあ3番行こう。Sending data. OK。で、彼女が通ったらまた3番を押して通してあげる。Sending data. 1番に入っちゃいけないから1番を押しましょう。Sending data. OK。次0番。間に合うか。Sending data. OK、開いた。ほう、こんなゲームか。1番は閉まってるんで、入らなくて、左手をつきながら、こうだ。ひょー。私がこれでリアルタイムで操作するんだな。ほう。あ、今一緒にやってる人いるんだ。OK。0番は押していいね。0番は開けていい。Sending data. 0番が開く。次が、なんだ。次どうすんだ？ 2 番と1番。あれ、ここなんかちょっとやばいか？じゃあ2番を押そう。Sending data.2番が開きました。が、ここになんかいるんですよ。やばいか。1番。Sending data. あ、捕まっ。あー。Shut down.あー、終わった。Wait. Starting very ugly system version Y. Sending data. あー、なるほどね。うわー、これあれなん、途中から進めらんねえんだ。うわー、あ、次からする場合はロードで入力してくださいか。おー、2番で戻してから1か。わかった。そうか。その、オレンジは目がいいから、多分見つかっちゃうんだね。じゃあ、ロード。ほい。Sending data. ほほう。なんか難しいなぁ。ゼロでここを閉めてる間に、こいつら、この二人をどっかに
逃がすのか。だから今のうち1番とかを押して、 Sending data。 どうすんだ。2番を押しとこうか。 Sending data。 あーダメだ、あーダメだ、一瞬で捕まるな。あれどうすんだこれ。こいつが移動、あん、なんだこのオレンジは何、兵器か。オレンジは兵器。なんだ、積んでるね、これ積んでるな。3番、センディングデータ。はあ、積んだな。これが移動してくれないな。オートマタ、オートマタってどういう意味だ、機械人形。うーん、なるほど。センディングデータ。あ、遅かったか。うわ、センディングデータ。Sending data。 閉じ込めた、わかった。3はここに閉じ込めたままで、こいつをどうにかするんだ。ん、機械人形で三角が向き、うん、今こっち向いてんだね。これどうしたらいいんだ。危険体と、あ、オートマタだね。オートマタで、オートマタについて説明がちょっとないな。なんだ。これはちょっとダメかな。1番。Sending data。どうすんだろう。Sending data。ダメか。ダメだ。こっち向いちゃってるな。積んでるわ。ダメか。Sending data。一回理性だな。はあ。Sending data。オートマタを設置兵器に。ああ、あ、兵器の方に誘導するのか？ちょっと待ってよ。Sending data。どれだ？これだよね。これが、赤いのが設置兵器なんだけど、確か。あ、キルゾーンか。赤がキルゾーン。もう一回読む、ちゃんと。うん、定位置兵器。これか。うんうんうん。黄色が定位置兵器か。で、定位置兵器、その、今この黄色のところに、オートマタが踏み込むとアウト。ふんふんふん。1か2を押して入ったところで、もう一回押して潰す。核兵器で潰すってこと？やるしかねえって。どうしようかな。何番でいこう。2番。
Sending data. これ、こっちしか行かないのかな。あ、今ここでちょうど2番に来てるから、2番を今ここで押したら潰せるかもしれないってこと？ Sending data. あ、すげえ。はあ、なるほど。あー、なる、あ、今2番にいたやつを2番押したら2番の核壁が落ちてきて潰、なるほどね。へえ、すごいな。これ今日出たばっかのゲームだぜ。よくわかったな。へえ、核壁で倒せるんだ。へえ、これで3番だけ開けないようにして、行けばいいんだろう。Sending data. いけねえ。むずい。これはどうすんだ。2番は開けよう。2番は開けて。Sending data. 2番は開けてよくて、1番をどのタイミングでか。この辺か。Sending data. うん、まあいいや。OK。あ、なるほど。下手すれば、核壁に、挟まれてしまうので、オートマタをそうしろって書いてあった、確かに。Sending data. よし。いった。さあ、こっから時間の問題だな。1番を。Sending data. これいいのか？黄色大丈夫か？ああ、なる。あ、いいんだ。Sending data.よし。左に行かない。行け。左手で進んでいる。よし。左手に沿って進んでいる。ここじゃん。Sending data. OK.よし！はあ！そう、プレイヤーも潰される可能性があるから、ぜひとも注意してってことだね。ほー。さあ、来た。次のステージ。あらかじめ1話もうやっとこう。で、ここにいるんだ。こいつをどうにかしないといけないよ。もしくは、どうしようか、6。いやー、こいつが下に行き来る前に、こいつをどうにかする必要があるのか。あー、待てよ、どうしよう。あー、間に合わないな。Sending data. あ、違う。6番開ける。Sending data. 6番を開けて、1のキルゾーンに倒してもらおう。倒してくれない。Sending data. あれ？あ、あ、消えた。よし。あー、オッケー。消えた。あ、Sending data. あ。Sending data. 難しいぞ。Shut down. 難しいぞ。Wait.Starting area of need system version Y. これ地味にハマるな。Sending data. OK. 彼女命を託す。OK. 6番を開けよう。Sending data.
6番を開けて、0番も開けよう。Sending data. で、倒れてくんねえかな。はあ、難しい。Sending data. 行け、上行け。待てよ。あ、じゃあ、相手が来た6番。Sending data. 遅い。6番。Sending data. 6番をどのタイミングで。Shut down. Wait. Starting area of me system version Y. Sending data.